あんたがいたデケリアはイギリス主権基地領域だ。キプロス島にありながらキプロス政府の主権が及ばないイギリスの海外領土。あんたはキューバの中のアメリカからキプロスの中のイギリスに担ぎ込まれたんだ。なぜデケリアに？イギリスとアメリカの同盟関係は強い。サイファーもいわば身内があんたをかくまっているとは思わなかったんだろう。だから9年もの間あんたは英軍病院の中で眠り続けることができたんだ。クジラの腹にいればクジラに見つかることはない。ゼペット爺さんみたいにな。それでピノキオが俺を外へ連れ出してくれた。あの男は？サイファーは仲間の腹まで先に来た。それだけあんたを消したかったってことだ。俺がいたのは英軍病院だと言ったな。医者はギリシャなまりだったが、現地採用の方が信用できる。デケリアにはギリシャ系キプロス人も住んでるからな。トルコ系はまだ南側に戻ってないのか？ああ、キプロス紛争は終わってない。キプロスは74年から分断されたままだ。北のトルコ系と南のギリシャ系、国連が引いたグリーンラインを境に睨み合ってる。デケリアもグリーンライン？そうだ、両者の干渉地帯になってる。それもあんたをかくまうのにちょうどよかった。よそ者が来れば目立つからな。それで情勢は？昨年トルコ系が北キプロストルコ共和国の独立を宣言した。承認しているのはトルコだけだが、以前はギリシャ系とトルコ系が同じ村で暮らしていたんだ。だが紛争の火種は外からもたらされた。ギリシャ、トルコ、イギリス、アメリカ、各国の思惑が両者の対立を煽ったんだ。意思といさかいが起きればもう歯止めは効かない。当事者同士の報復心が燃え上がる。死者への負債は積み重なっていく。慌てて他国が仲裁を始めてももう収まらない。各国のエゴが混沌を生む。世界は報復の連鎖でがんじがらめ。キプロスもそうだ。起きたな。乗り換えか？捕鯨船でスエズは通れん。スエズ運河、いつ通れるようになった？あんたが襲われて間もなく、中東戦争後の総会が終わってからだ。立てるか？まずはコンテナ船に乗り換え、スエズ運河を抜ける。行き先はパキスタン、アフガンの南隣だ。船を降りたらペシャワールを経由して国境を目指す。カイバル峠までは車だ。その先は？馬だ。アフガンの主要な道路はソ連が抑えてる。使えるのは迂回路、補足、曲がりくねった山道だけだ。ここは車より馬がいい。アフガンギリラの戦術だ。高い稜線で空からの目をかわし、山を駆け巡って奇襲をかける。ソ連の部隊はこいつに苦しめられてるんだ。日程は通常の半分しかない。強行軍になるだろう。乗馬は得意だ。リハビリにちょうどいい。その新しい左手にも慣れてくれ。一方、ソビエトが米国がソ連選手団の安全を保障しようとしないなどを理由にロサンゼルス大会への不参加を示唆している問題で、合衆国政府は受け入れ体制に問題はなく、実際は西欧諸国が全モスクワ大会への参加をボイコットしたことへの報復であるとの見方を強めています。ニュースでした。さっきのニュース、ソ連がロス五輪への参加を渋り出した話か。アンドロポフが死んで風向きが変わったな。モスクワ五輪を西側諸国がボイコットしたことへの仕返しらしい。ボイコット？モスクワを？ああ、その時の理由はソ連のアフガン侵攻への抗議。50近くの国が不参加だった。俺も山下の柔道は見たかったが、4年前に第40軍がアムダリアを越えてからデタント気分は吹き飛んだ。米国議会はソルト2の批准を拒否。大統領選ではタカ派のレーガンが大勝ちした。ソ連は
悪の帝国だそうだ。新冷戦か。地域紛争や内戦も絶えん。レバノン、フォークランド、グレナダ、イラン、イラク、相変わらずだ。エジプトとイスラエルは平和条約を結んだ。だが、そのエジプト側の立役者だったサダト大統領は暗殺された。彼が進めた平和条約はアラブ人同胞に対する裏切りだと。イスラム過激派か。ああ、最近宗教過激派絡みのテロが目立つようになった。イランでは過激派の学生がアメリカ大使館員を人質に取り、レバノンでは自爆テロが発生。駐留中の多国籍軍にも300名以上の犠牲が出た。だが各国にはまだテロへの有効な対策がない。国軍の損害を恐れて部隊を引き上げ、その穴をプライベートフォースに埋めさせてる。プライベートフォース？国家に属さず金で雇われる軍隊。そう、要するにあんたの真似だ。基地が沈んで以来、宙に浮いた需要を満たすように増え始めた。ミラーの組織も数ある PF の一つだ。あんたは世界中に狙われている。だが求められてもいる。今から9年前、カリブ海で何があったかミラーから聞いた。ミラーは覚えてるか？あの頃あんたはその男と軍隊を作っていたんだ。国家に帰属しない軍隊だ。覚えてる。だが。そうか。この記憶が現実か、それとも昏睡が生み出した幻か、まだ整理できてないな。少なくとも俺が聞いた事実を伝えておく。優しくしてやるのはこれが最後だぞ。あんたが眠る前の年、1974年だ。あの時あんたはコロンビアにいた。傭兵のような連中と一緒に。ミラーもその中の一人だった。ミラーは自分たちの才能を何とか生業にしようとしていた。世界中の奴ら、軍隊の力を必要としている奴らのために戦う。いつかそのビジネスを成功させようとしていたんだ。だが現実には全員分の装備もまともに揃ってなかった。そんな時ミラーが依頼人を見つけてきた。でかすぎる仕事だが成功する可能性はあった。それであんたたちはその依頼を受けて中米のコスタリカに行ったんだ。しかもこの仕事にはカリブ海洋上のプラントがついてきた。あんたたちの本拠地になるマザーベースだ。ミラーが商売上手だったこともある。任務が進むにつれてあんたの部隊は順調に膨れ上がっていった。兵器も金も増え、いつの間にかマザーベースのスタッフは300人にも達した。大きくなった組織を支えるため軍事力は自然と増大していった。各国が無視できないほどにな。ああ、あんたはやりすぎたんだ。あの頃あんたたちは大きくなりすぎた。おかげで世界中があんたたちをマークするようになった。西も東も第三世界の連中も。あんたたちはいつ誰にやられてもおかしくない。だが実際に手を出したのは XOF という部隊だった。 XOF の表向きは CIA 管轄下の対テロ特殊部隊だが、実際はサイファーの傘下にある実動部隊だ。奴らはチコっていうニカラグア革命勢力の子供と、それから潜入工作員のパスって女を餌にあんたをキューバにおびき寄せた。その隙に奴らは各査察団を偽ってあんたの基地に上がり込み、同時に大量の C4 で脚部を吹っ飛ばした。プラントが丸ごと沈むまであっという間だった。キスとハグ、挙句に F というわけだ。ミラーにとって盲点だったのはマザーベースに思わぬ裏口があったことだ。ヒューイという科学者覚えているか？各査察団を基地に受け入れたのはヒューイと呼ばれていた男だ。敵はこの隙間につけ入ってあんたの家に上がり込んだ。あんたがキューバから戻った直後だ。マザーベースはあんたたちを巻き込んでカリブ海に沈んだ。出払っていた仲間がすぐ駆けつけた。だが辺りはもうゴミクズが浮いているだけだったそうだ。自分たちの家とは信じられなかった。そう言っていた。だがいくら測ってもそこは
ピタリと正確にマザーベースの位置だったらしい。あんたはその海で死ぬはずだった。それこそが XOF にとって最優先事項だったと言っていい。実際みんな死んだと思っていた。運び込まれた病院で、その医者が言うには、あんたはまるで人間かどうかもわからないような状態だったらしい。応急処置も済まないうちに仲間に連れ出され、キプロスの病院に隠された。手引きしたのはエヴァという女だ。わかるか。普通の患者なら見捨てられてた。だがあんたは生かされたんだ。地獄へ落ち、引き上げられ、再び目を覚ました。激しい憎悪とともに。あんたはもうネイキッドスネークじゃない、ベノムスネークだ。あんたにはまだやることがある。スネーク、これを試してくれ。義手か。ソ連孤高の権威によるハイエンドプロトタイプだ。うん、リハビリは順調だな。その腕回りならもうハマるだろう。よし、ちょうどいい。慣れたら昔の左手より言うことを聞くぞ。どうだ。まだ元の手の感覚が残ってる。早く新しい体になれるんだ。痛みはあるか。たまにだがな。どこだ。指の先だ。左手の指先に。原始痛というやつか。あんたの頭はまだなくした左手を覚えているんだ。ああ。目の方はどうだ。ちゃんと見えるか。ああ、今はな。頭に刺さっている破片は視神経を圧迫している。強い衝撃があると視覚野に影響が出ることもあるらしい。医者もそんなこと言ってた。目で見たものが正しく脳に認識されない、減少する可能性がある。存在しないものが見えたり、あるいはあるがままに見えなくなる症状。どうだ。心当たりはある。いつ。起きてすぐだ。色がぼやけて。色か。死ぬようなものではないが、とっさの判断では命取りになるかもしれん。気に留めておいてくれ。分かった。よし、リハビリを怠るなよ。すぐ上陸だ。今しか猶予はないぞ。